皆さんこんこにちは大紀元ニュースです中国当局が台湾政府に圧力を強めている中アメリカ政府が台湾への武器売却に関する機密文書を公開しましまたアメリカ政府高官は現在一つの中国政策を調整していると明らかにし台湾が中国の一部だと中国側が主張する一つの中国原則ではないと改めて強調しました。 ボイス・オブ・アメリカ VOA8 月31日付によるとデイビッド・スティルベル国務次官補はシンクタンクのヘリテージ財団のオンライン会議に参加しました。同氏はアメリカ政府が台湾との新たな経済対話を設置することを明らかにしました。同氏は台湾との経済対話を通じてハイテク分野や医療用品のサプライチェーン 知的財産権などの分野における双方の協力を進化していくと述べました台湾政府は8月末アメリカ産豚肉と牛肉の輸入規制を撤廃する方針を示しましたヘリテージ財団アジア研究センターのディレクターウォルター・ローマン氏は VOA に対して新たな経済対話は米対双方が自由貿易協定の締結に向けた動きだとの見方を示しました スティールウェル氏は近日の台湾政策をめぐる動きは政策の転換ではないとし長く行ってきた一つの中国政策を大幅に調整していると明らかにしました同氏はアメリカ政府は台湾の主権についていかなる立場も取っていないと強調しましたまたアメリカの対台湾窓口機関であるアメリカ在台湾協会 AIT は8月31日同ウェブサイト上に アメリカ政府による1982年の米中共同コミュニケーション及び6つの保障に関する国務省のの機密文書の全容を掲載しましまた AIT の機密文書公開についてスティルウェル国務次官補は「中国当局は歴史を歪曲するという習慣があるため歴史の事実を振り返る必要がある」と述べました。AIT が公開した文書の中には アメリカ政府の主要課題は台湾海峡の平和維持にあるとの見解を示しました対台湾武器売却の規模については中国当局が同地域にもたらす脅威の程度で決められるということです AIT によると同覚書の最後にはこの最終的な保証は台湾へのアメリカの武器販売は継続することであると書かれています 1982年のレーガン政権は台湾政府に対して台湾への武器売却に関して中国側との事前協議を行わない中国との対話を行うよう台湾に圧力をかけないなどの6つの保証を約束しました。シンクタンク戦略国際問題研究所 CSIS の中国問題専門家であるボニー・グレイザー氏は アメリカ政府は6つの保障にににいいて公に言及することとが非常に少ないと話しましまたグレイザー氏などの専門家はアメリカ政府が1982年の台湾政策や6つの保証に関する機密文書を公開することで台湾への擁護姿勢を強調し同時に中国への圧力を強める用意があるとの見方を示しました。台湾国防省は8月31日 アメリカ海軍の駆逐艦が台湾海峡を北から南に通過したと公表しました米軍の駆逐艦は8月18日にも台湾海峡を通過しました中国軍は南シナ海、台湾海峡を含む東シナ海、航海などの海域で軍事演習を頻繁に行っています8月26日、中国軍が南シナ海に向けて中距離弾道ミサイル4発を発射したことが 明らかになっています皆様こんにちは大紀元ニュースです中国は4月チベット自治区ガリ地区にあるカイラシュ・マーナ・サローアル遺跡の一部である湖の近くに軍事インフラの建設を開始しましたインディア・トゥデイは8月22日建設が完了すれば巡礼地は軍が駐留する戦闘地帯になりうると 報じましたインドのメディアによるとこの建設は何億人ものインド人に崇められている宗教的な場所への冒涜にあたります専門家はこれは中国によるチベット自治区の軍事化の一環だと見ていますカイラシュさんとマーナ・サローワルコは一般にカイラシュマーナ・サロワル遺跡として知られていますヒンドゥー教やチベット密教など4つの宗教によって崇拝され インド文化民間伝承精神的経典と結びつく聖地ですこれは中国共産党によるインドへの継続的な挑発だと思うラダックの地質境界線からインド東部中部地域まであらゆる箇所で起こりうる問題だと作家でロンドンのシンクタンクブリッジ・インディアの地政学アナリストであるブリアジット・デブサルカール氏は大紀元の取材に 答えましたインドと中国は5月以降中印国境紛争で複数回小競り合いを起こしています6月15日には石や棍棒を使った激しい衝突となりインド側には20人の犠牲者が出ました中国側は被害を発表していませんそれ以来両国は高緩級で階段を重ねてきましたが解決に至らず 関係が悪化していますデブサルカール氏はチベットでの地対空ミサイル配備は中国の権威主義的なやり方でインドへの挑発だインドは中国の脅威と攻撃的な侵略に対して引き下がることなく戦っていると述べましたワシントンにある保守系シンクタンクハドソン研究所のインドと南アジアの未来に関するイニシアチブのディレクターであるアパルナ・パンデ氏は 大紀元の電話取材に対し中国政府は宗教や文化には関心がないと語りましたパンデ氏は現代の中国人について彼らは古くからの中国の慣習を全く気にしていない中共は大衆のアヘンだと思っており彼らが気にしている唯一のイデオロギーは共産主義だと述べました同氏は中国国内のウイグル族やワールドゴン学習者が受けた 扱いを例として挙げましたアメリカのオブザーバーリサーチ基金の戦略アナリストハーシュ・パント氏は中国がカイラシュマーナ・サローアルに軍事施設を建設することはインド国内の反中感情を高めるだけだと指摘しましたパント氏はこれがヒンズー教徒にとって最も神聖な宗教的場所であるという事実は中国政府がインド人の感情を軽視していることを示している と語りましたすでに問題を抱えている両国関係の緊張を高めるだけでなくインド国民の対中感情を悪化させインドの政策立案者が中国に立ち向かう決意をさらに強めることになるだろうと同氏は付け加えましたタイムズオブインディア氏によるとインド外務省の講演で毎年6月から9月中旬にかけて カイラシュマーナ・サロワル地域で巡礼が行われますしかし今年は中ウインドのパンディット・ラビシャンカール・シュクラ大学防衛専門のギリシュカント・パンディ教授は大紀元の電話取材に対し新たなミサイル基地は中国共産党によるチベット自治区の軍事化の一環であると語りました。 配備されるのはトンプ二十一という射程二千二百キロメートルの準中距離弾道ミサイル M-RBM だ。首都ニーデリーを含む北インドのすべての都市をカバーできるとパンディ氏は述べました。同氏によると中国政府はチベット自治区を軍事地域に変えています。二千六年から十年にかけて百八十件の戦略プロジェクトを実施しましたが。 国防予算には含ままれていないと言いなとすこれらには4つの大型滑走路14の小型滑走路東から西へのインドと中国ののの国国境に17のレーダーダ基地の建設があります中国政府にとってカイラシュマーナ・サローワルは神聖な場所ではなく戦略的な場所にある山でありヒマラヤ山脈は中国の拡大政策の障害と見ているとパンディ氏は付け加えました。 中国共産党にとってヒマラヤは地域の人々が敬うような文化的にも歴史的にも神聖な山脈だと考えていないただ南アジアへの拡張を阻んでいる山であり征服したいと考えているヒマラヤの平和など念頭にないだろうとパンディ氏は述べましたさらに同志は中国はインド主要都市を射程に収めるミサイルを配備することでヒマラヤという戦略的な場所を 制覇するために必要なものを備えていると誇示する狙いがあると見ていますパンディ氏は中国はすでに日本、台湾、オーストラリア、アメリカ、アセアン諸国を狙ったミサイルを配備している中国の観点から見ればインドとインド洋地域を射程に収めるミサイル配備が重要だカイラシュマーナ・サロワルの基地はこれを補うものだと述べました 前出のデブ・サル・カール氏は中国が聖地にミサイルを配備したのは最近インドが戦略的価値のあるヒマラヤ峠への道を付設したことへの対抗だと見ているしかしインドの目的は巡礼を容易にすることだと語りましたインド政府は5月8日ヒマラヤの峠をつなぐリプリークへの道路を開通しました中国政府は公式声明として インドと中国の国境を超える大規模な道路建設に反対しているとしていますインディアエクスプレスによるとまだ完成していない標高5000メートル長さ80キロメートルの道路はインドとネパール国境の紛争の争点となりましたインドの専門家たちは中国の命令を受けた与党ネパール共産党が 道路建設地の領土の所有権を主張して抗議したと考えていますインド軍の MM ナラバに陸軍参謀長はネパールの反対は誰かの命令だろうと信じる十分な理由があると安に中国を示唆しました皆様、ま、こんにちは大紀元ニュースです中国上海市警察当局は8月初めファールンゴンの女性学習者に対して 強制的に採決したことが分かりました警官らは国が定めたことだと採決に応じるよう強要しましたファールンゴン情報サイトミンフィーモーによると上海市石門二路派出所の男性警官4人は8月2日午前陳宝さんの自宅ドアを壊し無理やりに住宅に入りました4人が家に入ると陳さんの腕をつかまえ 強制的に採決しようとしました陳さんは抵抗しなぜ採決するのかと説明を求めましたその時、き一人の警官はこれは国が決めたことだと話しましたもう一人の警官はファールンゴン学習者に対して法にのっとらなくてもよいのだ学習者を一人残らず全員滅ぼすのだと叫びました 警官4人は陳さんを破壊締めにし採決を行いました中国当局は1999年7月ファールンゴン学習者に対する弾圧政策を始めました2006年中国当局がファールンゴン学習者を主な対象とする強制臓器収奪を主導していることが初めて報道されましたそれ以降国際 NGO ファールンゴン迫害追跡国際組織 WOIPFG など複数の人権団体や識者が独立調査を行いました昨年6月ロンドンで人道犯罪に関する第三者調査の結果を示す民衆法廷は中国当局による臓器脱出問題の最終判決を発表しました民衆法廷は大規模な臓器摘出は長年にわたって中国で行われており ファーンンゴン学習者は臓器の供給源の一つでありまた主要な供給源であるとの見解を示しました WOIPFG の王支援会長は8月30日大紀元の取材に対して「強制採決で得た情報は中国当局の臓器バンクのデータベースに入れられるだろう」と述べました。ミンフィモによれば、月22日、三高密市警察当局が、 地元に住むファールンゴン学習者46人を拘束しました46人全員が強制的に採決をされました同日江蘇省南京市のファールンゴン学習者10人も拘束されたとき強制的に採決されましたまた8月山東省文都市と四川省中継市のファールンゴン学習者も逮捕された後採決されたということです 皆さまこんにちは大紀元ニュースです南太平洋ソロモン諸島の最大の島マライタ州は36年間の外交関係を続けてきた台湾と断交し中国との国交を樹立した中央政府に反発していますまた中央当局から中国を認めるようとの圧力をかけられ続けています同州は現在独立を問う10面投票を実施すると発表し 自治共和国になることを計画していますソロモン諸島はオーストラリアの東海岸の北に位置しアメリカオーストラリアニュージーランドを結ぶ主要な交通回路上における戦略的に重要な南太平洋の島国ですロイター通信によるとアメリカとつながりが深いマライタ州はソロモン諸島最大の地方自治体で全国人口の約4分の1が居住しています 昨年9月、国民の反対にもかかわらず同国中央政府は台湾と国交断絶と中国との国交樹立を強行したところマライタ州では平和的なデモが行われ独立を求める声が上が上っていました。その後アメリカやオーストラリアも南太平洋における中国の勢力拡大に対抗するためにマライタ諸島の西部に新開港を開発する準備をしていました。 オーストラリアのテレビ局のインタビューで、マライタ州知事、ダニエル・スイダニ氏は、中国が約20万オーストラリアドルで自身を買収しようと企んだことを暴露しました。スイダニ州知事は、1日夜、同州が外交関係の変更を認めないことを承知で、中国を受け入れるよう圧力をかけ続けてきた中央政府を非難する声明を発表しました。 国の指導者たちがより独裁的になりつつあるそんな国の一部であり続けることをマライタの国民は望んでいるかどうかを確かめる時が来た自己決定は人権の核心であるどんなに困難でもまたどんなに時間がかかろうともいかなる力もこの究極の願望の実現を阻止することはできないと水谷支持は語りました。 ロイター通信によると、新型コロナウイルスが拡大する中も、マライタ州政府と中央政府の間に衝突が起こっていました。原因は、台湾がマライタに寄贈した医療品が中央政府に差し押さえられたことで、同州では深刻な不満が噴出したからとあります。また、同国中央政府は、ウイルスのパンデミック期間中にも依然として、 中国に足止めされていた同国民と中国の開発者を乗せたチャーター便の入国を許可しておりこれに関して激しい反発と論争が巻き起こっています。